岡田さん。何ですか、藤さん。私、あの、大学受験を失敗しましてですね。はい。第一志望の国立大学にはちょっと落ちてしまってですね。昔の話ですね。昔の話ですね。今は、今のところのはい。はい、仕事をしてですね。はい、で、振り返ってみると、やっぱり失敗した原因は、その最後の冬の時期とかですね、今まさに収録してる時期とかに、こう、粘り強く勉強を加速させていくんですけども、はい。その時期に、やっぱりうまくいかなかった、伸びなかったっていうね。うん、まあ、痛恨の。 思い出があってですね。うん、それはやっぱり大きな原因が一つあってですね。うん、あの、その時に発売された風来の試練2っていうゲームがですね、<う>あってですね、はい、まあ私はもうこのシリーズにもうどハマりいたしましてですね、もう高校時代もその初代のスーパーファミコンの風来の試練、ゲームボーイで出てた風来の試練ゲームボーイみたいなのがあってですね、あの日本で50番目ぐらいに早く解いたんですよ。<laughs> そのぐらいの,のめり込んでですね。わ <laughs> かるんですか当時で50番。当時ねあの、はがきで、あのはい、チューンソフトってこれ作ってる会社に出して、 それで、その、解いた時の、その、なんか、称号みたいなのがあってですね。えー、で、それを出すと、遅れるっていうんで。えー、謎解き私は千葉県習志野市に当時住んでたものですから、はい、多分ちょっと、地域差が、多分あってですね、新宿とかで、はがき投函すれば、もしかしたらもうちょっと早かったかもしれないんだけど、とにかく早く言いて。それ何番か教えてくれるってことですかそうそう。それで、50番目ぐらいやったんですよ。えー で、風雷の試練2というのはですね、これもあのー、割とその、久しぶりに私、今インターネットたくさんやってですね、はい、風雷の試練のことばっかり最近調べてるんですけども、うん、あのー、見ると、やっぱりその、風雷の試練2っていうのは非常に傑作としてですね、名高いものがございまして、うん、まあそれで非常にハマってしまって、うん、まあ、第三志望ぐらいのまあ大学に行かざるを得ないと。で、大学入ってからですね、またちょっと失敗をしましてですね、単位がこう取れないってですね、ゼロ単位とかになっちゃったんですけどその、一個も単位が取れなくてですね、うん でなんでかなと思って見ると、ですねそのその時発売された風雷の試練、外伝、アスカけんっていうゲームがあって、ですねこれに足元をすくわれてるんです、ねあのー、ずっと同じ失敗を繰り返すてる。とい,いうわけだから、はい、朝始めてみると、ですねまた次の朝になってまですよ、家の中で,で,す、ね、で。家の中でずっと朝、夜、朝、夜迎えていくと、やっぱり忙しくて授業に出る暇がないですよね。う これもまたインターネット上では、あの、非常に名高い、その。 風雷の試練ガイ外伝と風雷の試練ツ2っていうのがですね、うん、まあこのシリーズの,まあその2つのベストだみたいなことですね、うん、もう伝説的なんですよ。はいはい、で、その今申し上げた外伝とかの、今、アマゾンとかで見ると、6万円とか7万円とかの値がついてるんですけど、えー、めちゃめちゃプレミアムになってるぐらいハードは何ですかハードは当時はドリームキャストのセガドリームキャストセガのやつで,す、ねえー、で、それが Windows 版とかになって、それもあのすごい流行ったんですけどね。<ー>あその私は家が貧しかったので、あの浪人させてもらえなかったので、やむなく入って 結局、留年しちゃってるので、親にも大迷惑だし、なんかもういろんな後悔が、私の20歳前後はうるずまいてて、屈託が大いに生まれてですね、でもどうにかこうにか、なんとかですね、いろんな人との出会いとか、ご縁があって、なんとか就職してですね、それからもうちょっと一回もちょっとゲームからは距離を置こうと、やっぱりちょっと風来なしで非常に危険なゲームなんですよ。やったことあります友達の家でやったことあります。それはシリーズのいくつかかかと全然覚えてな あスーファミ,スーファミ最初のね、うん、あれもあれで、非常にあの名作と名高くですね、いうゲームで、あれだったんですけれども、そう<と>だから、トルネコは持ってます、ね、あトルネコの初代ね、うん、私もそれも随分ハマりましてですね、あ中高大と。うん ここら辺、だいぶ、この、あの、ゲームにですね、このシリーズにコントロー,ーします。あれは、ちょっと、システムとしては似たようなゲームですか似てますね。根本としては似てて、うん、遊べられたことない方にどう説明するかって、しばしば悩みがちなんですけれども、私がよく例えるのは、その、将棋ってゲームあるじゃないですか。将棋にある種似てるところがあってですね。うん、で、まあ、一対一で、人とは戦わないんだけど、その、盤面に一歩、駒を動かしていくと、相手も駒を動かしていくみたいな感じで、こう、言うわけじゃないですか。うん、で、でも、将棋っていうのは、完全情報ゲームで、基本的にはもう、 実力が全てみたいなことじゃないですか。うんうん、で、翻って日本人にも人気のゲームでマージャンってのあるじゃないですか。これで大学を滅ぼした人もね、大学生活を滅ぼした人もい、ね、て、うん、僕もその一人なんですけれども。うん、麻雀もマージャンも半分ぐらいの試練で、オンジアザーハンドがマージャンなんですまあこれもマージャンも魅力は何かって先日目で言うと、これも,もう実力は結構ある、結構その影響するゲームなんだけれども、うん、それは必ずしも100%じゃなくて、うん、結局はその時には初心者が上級者を任すこともあるんだよと。うんうんうん 限られた数の範囲を、その、これいらないよってこう切ってですね、盤面に捨てて、それでもう一個新しいものを積もってくるって言うんですけど、拾ってきてですね。うんうん、で、その組み合わせで、うまい組み合わせで、こう、点数高く勝っていくっていう感じですよね。うんうん、だけど、それもだから、運が良ければい、いきなりいい範囲がこう積もってきて、つまり次が来る範囲っていうのは、まあ、イカ様とかずるっこしなければ、基本的には分からないので、うん、分からない中で、不確実性がある中で、じゃあ、でもこの手が一番いいだろうなって思って、こう、判断をしていくっていう。うんうんうん だそれは中国的にずっとやっていくと、やっぱりうまい人は勝つようになってるんだけれども、うん、でも瞬間的には弱い人も強い人に勝つかもしれない、うん、そういうその運と実力のバランスが非常に混ざったゲーム。完全情報ゲームという言い方もそうですね、うん、ありますね。だそのやっぱり運と実力のバランスがとてもうまくいっている、その将棋と麻雀の,その半分越したような魅力が、うん、そしてそれが一人で遊べるっていうんですね、うん、それが、あのー、風来の試練シリーズっていうか、まあ、トルネコの,その大冒険から始まるようなシリーズの。うんうん 面白さがあってですね確かにこの間あのダヴィンチ・オソレザンさん。おはいはい。この頃のね。はいはい。がなんか、フラの試練を初めてやってみた初めてあ最近やって。ちょっとやってみたらしいんですけど、確かにマージャンみたいな感じあっておっしゃってました。日記になんかれてました。そうそうだからマージャンとかポードカとか、あの辺りにかける、まあ自分でこう練習して習熟していくののバランスが似てるなみたいな話だからあの辺りに悪魔の道にはまっちゃう人は、大体同じような感じでこう、はまっちゃってですね。 今、おもころの話が出たけれども、私もお会いしたことないけれども、そのバーグ、ハンバーグバーグの副社長の永田さん出て方が、ねね、完全に私と同じ、あのー、ハマり方の人生の査定を歩んで <laughs> あの人私より4、5歳ぐらい若いはずなんだけれども、多分、同じ結局その、 広い味での世代が通ってた道なんです。試練にはまって、私はパチンコにはまった、はまんなかったんですけども、同じようにマージャン、トップソートとかにはまった。パチンコとかになるとちょっと運の要素は強すぎるからそ、ね。そう,そうそうそう。だからね、うん、そういう、やっぱりある種悪魔的な、そういうはまり道みたいなのがあってですね。うん、で結局、だからそのやっぱり非常に危険だなと。うん、もう私の人生に元に戻すと、危険だなと思ってやっぱりちょっとやらなかったんですよ。その後ナンバリングでシリーズ3、4、5とかこう出てってですね。うん で、しばらくして、売れ行きもあんまり良くなかったのか、あれなんですけども、まあ、あんまり出なくなっちゃったですね。うん、その続編が。うん、結構、そのゲームの難しさって、その、ある種そういうゲームってもう、完成されちゃってるんですよね。その、うまい、初代とか2代とかが結構、いいバランスのゲームだったから。麻雀、うん、とかもその、麻雀2とか出ないじゃないですか。麻雀、うん、アドバンスとか。うん、ですね。<laughs> 一部あるかもしれないけども、でもやっぱり。まあね、グラフィック上げたところでね。そうそうそうで将棋も、あれ、大昔に行けば中国の、<ー>いろんな細かった将棋もあるけど今は 9×9 のね、番目で。 やってるから、やっぱり、ある種のゲームのこの、アイロニーというか、なんか、矛盾というかですね。うん、いいゲームであるほど、もう、その、そこでも完成されちゃってるから、うん、次のゲームはもう作れないんですよね。うん、っていう悩ましたかんのかなと思いながら、まあ、だいぶ私、それからもう大学卒業して、もう20年近くになるのかな、うん、まあ、随分いい年になっちゃってですね。そしたらなんか、急にニュースが飛び込んできて、その、風来の試練が5から久しくなかったのが、14年ぶりにですね。そんな久しぶりなんです。14年ぶりに6が出るとかのやつですね。 で、それまで、私、ほんとやってなくてですね、あのー、怪しい同人ゲームでですね、ディアボロの大暴言という、あの、風来の試練と、あジョジョの奇妙な坊。それはやったかも。ととれあれもね、あの、結構ブームになって、あれも非常に流やってましたね。あれ、異常によくできたゲームで。だけど、あれには一回僕も、一回、確か海外留学かなんかしてるときに、あれかやってたのかなそれ僕、ちょっと海外留学にちょ失敗しちゃって。 ちょっと前ぐらいですよね。海外の大学に留学してる時も、そのディアボロの大学にも僕はまっちゃったりするいろいろはまって、人生のやっぱり、非常にトラップなんですよ。トラップ的な意今はやばいじゃないですか。今、やばいんですよ。今、やばいって話をしようと思ったんですけど、退職。退職まではまだあと4歩ぐらい、4歩ぐらい手前にいるので、次のターンどうなるか分からないんですけど、最近、本当、睡眠不足であれなんですけれども、でもね、やっぱり嬉しかったんですよ。年ぶりにちゃんと出た っていうところが、そのニュースがって、はい、でやろうかなって。やっぱ僕も悩んでたんですよね。やっぱりそのそもそもそのゲームのことすら忘れるぐらい。割ともうほんと遠ざかってたわけですよ。うん、だからそのそのゲームってある種すごい集中力が必要なんですよ。その最初にクリアした後にたくさんいろんな。また。 隠しダンジョンっていうか、もっと難しいのがどんどん出てくるっていう種類のゲームですから。もっと前提でいくと、はい、RPG ゲーム。RPG と似てるところもあるんですけれども、やっぱ私の理解はちょっと違うジャンルだと思いますね。はい、その、それもまたダンジョンによったりするので、ちょっと正確な説明で正当化バランス取んなくちゃいけないんですけども、うん、まあ基本的にやられたら全部元に戻っちゃうんですよ。うん、そこはやっぱり厳しいっていうところから説明を始めると、ちょっと障壁あるように感じるかもしれないですけども、でも将棋とか、麻雀とかも、一回ゲームが終わったら、 またもう一回最初から始まるわけじゃないですか。そ,すね、かそれと同じでその、技量というか、ある種その定石とか、その、上手くなるのはプレイヤーの方なんですよね。っていう意味では、RPG とかよりは、RPG はもちろん。そう、1を貯めてレベルアップ、ね、っていう。そうそうてそ,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 それが画面外のプレイヤーの頭とか、その腕、うん、コントロールする腕の方にこうあるっていう意味では、まあそういうそのボードゲームとか、はい。いう方に近いのかなっていうのが、私のまあ、 主観ですねアイテムを例えば使いながら敵を倒してゴールまで行くっていう。はいはい、うゴールっていうか一番深い99階のダンジョンまで行くっていう、ねはいはい、のがで。そういう中でもその手持ちの持てるアイテムっていうのは基本的には限られて有限なので。うんうんうん だからいいアイテムとかはさらに拾っても何かは捨てなくちゃいけなかったりするし、るうん、いいアイテムを残したまま強い敵でいきなり一撃で殺されちゃうと、うん、もうそのアイテム全部なくなっちゃうので、だもったいないもったいないってやってるとダメになっちゃうし、うん、ある種だからその非常にそういうバランスが。人生と一緒ですね。そうそうそう、人生と一緒なんですね <laughs> で。突然、実力があればやっぱり最深部まで到達できる、蓋然性は高まるんだけれども、でもどうしてもそんなのねえだろうみたいな感じで死んでしまうこともあるわけですよ。しかしそれを受け止めて、もう一回じゃあ頑張ろうみたいな。 まさにそういう人生とのアナロジーでもよく語られるゲームなんですけれども。うん、だそういうゲームがまた出ると。14年ぶりに出ると。私、まあ弱い41、人ぐらいになってですね、うん、出ると。私、非常に強い不安を覚えたんですよね。そのうん、不安を覚えたっていうのは、まあやろうかなと思ったんですけど、もうついていけるかなと。あのやっぱり99回まで、そのある種の集中力がね。そう、集中力とそのミスった時のこ精神的なこう、うん、ダメージ来るわけですよ、うんで。一番大事なのはこの時間という、 もう中年男性にとってはかなり限られたリソースのかなり食われることはもう分かってるわけですよ、ね。うん、やる前から。うん、目の前に悪魔的なこう沼があってですね。多分その沼はばると気持ちいいんだけど、うん、まずいなと。どうしようかなと。そもそも楽しめるかなと。まあ、いろんな不安があったまま,まあ飛び込んでみたらですね、今これ収録してるのは発売されて3週間くらい経ってですね、うん、やってるんですけど、まあ、大いに私が嬉しかったのは、うん、あそのこのゲームを十分楽しめるだけの気力、体力がね、単力というかそ残ってたんだなっていう<ー>。ね、すごい。 それが嬉しかったんですよ、ね。確かに。ゲームとかもあんまり長時間できなくなった、ね。いや、できなくなったんだけれども、うん、もうね、あの、一つのダンジョンクリアするのに15時間ぐらいかかるんですよ。あの、それはまた、プレイスタイルによるんですけど。で、それで私今は、その、一番難しい隠しダンジョンの99回。 のところもクリアした後にさらに縛りプレイの99回転が出てきてそれもクリアして今3回目のそれをクリアしようとしてるっていうまあ途中でこの収録現場にやってきたっていうですねぐらいあのセーブはできるセーブはできる。セーブはできる。逆に言うともう常にセーブされるからそのやり直せないんですよね。間違った行動を取ったってあ上書きセーブされるある相手も間違ってめちゃめちゃ貴重な相手も間違って敵に投げちゃってなくなったみたいな時にちょっと待ったみたいなことはできるい、はい。分けてセーブはできないんですよね、うん。 人生と同じで、うん、あんん時ああななことと言わなきゃよかかったとかね、うん、あのフライトに乗っておけばよかったとかねセーブ人生もずっとセーブされてるの、ねうんでできないんですよね。うん、いうところがねいいなって思ったし思いのほか僕も罪悪感なしに、ね、ゲームに、ね、没頭できたっていうね<ー>思い返してみるとやっぱり勉強しなくちゃとかね <laughs> あの授業行かなくちゃとかなんかいつも頭のどっちかの半分でなんかしなくちゃいけない現実世界のことを考えてたんですけど、うん、今は。 割とだから私は、そういう意味では、まあ、大人になったというか、ある種類のところで諦めというか、踏ん切りがついたのか分かんないですけども、全然別にもう本当に、これはこれで、このゲームの世界にこう、入っていけるぞ、みたいなことがね。ピュアに楽しめる。ピュアに楽しめるし、うんうん、まあ、それは私の中でそういう試練の方で先に不条理学んだけれども、その後いろいろ実人生で、それなりに不条理を学んだわけだから、うん、そういう業仕方もあったのかもしれないですけれども、まあ、だから与えられたものに不満があったりとか、ね、昔の選択誤ちがあったとしても、まあ、とりあえず今、 楽観的な気持ちで、うん、ペシミスティックな、あのー、未来の予測はペシミスティックなんだけど、うん、オプティミスティックな、楽観的な気持ちで人生を切り開いていこうって、そういう手持ちのカードでなんとかやっていくんだっていうね、うん、気持ちを、そういえば私は知るから、学んで今、うん、人生というフィルターを20年通して、今、ここに試練6、試練6にですね、フィードバックしてるなと思ったんですね。<laughs> なんかもうあの、涙は出なかったんだけど、なんか全身のこの震えみたいなのです、ね、あ体があった深夜4時にですね、はい、震えが来てですね。はい で、仕事がありますとか言ってね、朝仕事行かなくちゃいけないんだけど、でもその非常に強い満足感をですね、うん、最近覚えてですね。なるほど。だから人生のアナロジーだと思って望んでたら、今いやもうその試練が逆に人生の逆転現象でもこう、アナロジーの逆転現象が起きてたってね。うん そういう気持ちになってもずーっと最近はこうやって潜ってるんですよね。子供たちもやらせてですね。で、この超旅ラジオのその会員限定のロストバゲージクラブでもですね、ディスコードで日々いろんな投稿してるんですけども。風来の試練っていう人は。申し訳ない。ちょっと私が勝手に作っちゃってですね。<laughs> あのー、と思ったらなんかその、 有料会メンバーの中でも、ご同行の死がいらっしゃってですね,ってるね。いらっしゃい、ね、嬉しいんですよ。嬉しいんですよ。だから、ああと思ってるんですね。ああと思って、から最近はもう本当にそういう投稿を引き出しにしてですね、申し訳ないでちょっと。一応、タビットのアナロジーとしても捉えられなくはないかなってぐらいのね、気持ちでやってるんですけれども、これお聞きの、あの、試練も好きで私たちのラジオも聞いていただいてるって方はですね、もしかしたらロストバゲージクラブに入ったらいいかもしれないという突然の PR を挟みながらですね、<laughs> もう一回話を元に戻すと、やっぱりその人生が試練のアナロジーだなってことね、最近また、 気づいてきたのはその一番難しいダンジョンはその99回までだって話を今したじゃないですか。うん、でも人間の寿命もまあ100歳以上生きる人もいるけど大体、うん、いい99ぐらいで結構ゴール見えるじゃないですか。うん、でもいろんな不幸があって、ね、溶接されてしまう人、ね、本当に悲しい人はやっぱりね1歳2歳ぐらいでね亡くなられてしまう方もいるし20歳ぐらいでね亡くなられる方もいるしそれ同じなんですよ最近気づいたんですけど、うん、そのこの間31回でやられちゃったんですよね。 で、その時はね、10回ぐらいではね、やっぱり非常に飛ばしてたんですよ。いい感じになってて、もうこれいけるいけるみたいな感じで。確かに人生100年時代だと。そうなんですちょうど。いやね、<laughs> そうなんですよ。30代、ね。そうなんですよ。で、うん、いけるいけるって、ちょっとプレイが雑になったんですよ。うん、これをいけるって、価値観だってね、価値観だって、もう本当に資金も恵まれて。 いいアイテムもどんどん積もっていくんですよ。うん、で、敵ももう圧倒できるし、うん、もう周りのやつなんて目じゃねえぞって。うん、ブイブイ言わしてたら、なんか31回ぐらいでなんかですね、だんだん体力が落ちる罠みたいなのがあってですね。うん、なんかだんだん非常にステータス以上の敵が出てきてですね、<ー>なんかだんだんステータスが減ってくるわけですよ。うん、で、あれいつの間にかって追い詰められてて、なんか決定的なミスはしてないはずなのにだんだん追い詰められて、手持ちのアイテムがなくなってきてて、なんか痩せ細ってきて <laughs> で、で、 ある日突然死んでしまったんですよね。うん、で、戻ってみて、こう、内省してですね、うん、あの、余剰一晩の部屋でですね、こう、正座をして、思い返してみて、これ人生だな、ということを気づいたんですよ。だから、その、本当になんかその、白人の金持ちの子,子供に生まれてですね、いい、こう、スクール出てですね、IB リーグ卒業して、ゴールドマンサックス行ったとしても、 40歳、50歳ぐらいからこう一徹戦車っていうま敵がいるんですけど、ばっとこう殴られてですね死んでしまうとかもあるかもしれないし、逆に 10, 10代、20代とかでは、非常に苦しくですね、貧しく、なかなか厳しかった、選択も過ちもいろいろあったんだけど、も頑張って頑張っていったら、30回ぐらいでいいこうアイテムを引いてきて、己の技量もあって手伝って、ですねいろんなミスを取りこぼしながら99まで行って、大往生みたいなですね、うん。 いうことを考えると、これ本当に等しく、この人生なんだな、とね、うん、いうことを思いましてですね、えー。いうことをちょっと今、私も今、これをやり続けてですねで。99回まで行って終わった後にもう一回新しい人生を送るわけですよ。うん、もう一回一回から始めていくと。転生するす、ね <laughs>。転生自分は変わらないんだけれども。<laughs> そうすると、まあ、本当になんかね、今はね、あ 今はだから僕は42階のダンジョンだから、うん、結,構結構強めの敵出てくるのらしょうがないな、みたいなね。うん、またこう人生のフィードバックがあるわけですよ。うん、だし、しかもじゃあ自分の人生の過ちだと思っていた、結局大学受験失敗した試練2とかね、ああいうのにやっぱり出会っててよかったんだと、うんで。こういうふうに思えるようになったのも、やっぱこのゲームに出会ってたからなんだと。<laughs> だからあの時やっぱりうまく埋まらなかったマークシートとかね、あ,あれはあれでよかったんじゃないかとよね。こうジャスティフィケーションが生まれるわけですよ。れれそれで言うと、 年を取るとどんどん難易度が上がっていくないんだ、どんどんだ、かん、まあね、<laughs> なんかね、知らないところからいきなり炎がね、<laughs> アークドラゴンの炎がね、おにぎりの罠を踏んだ、次のターンで行ってきていきなり死ぬわけです。<laughs> でも、70回ぐらいで死ぬと逆に爽快感もあって、あ、なんか、<ー>いやーでもここまで、あー、まあね。あまあ、ねあこ,こで終わるのもいいなって。そう。意外にそうなんですよ。だからね、99回にたどり着いてね、全部やったって言ってもね、ちょっとね、悲しい気持ちになるんですよ。あ、もう終わっちゃったみたいな。うん、で、アイテムは残ったりするんだけども、結局、 一から始める、その何も持ち込めないダンジョンをやり続けるので、結局最終的に一番難しいのって。うん、だからどんなにいいアイテも取れても、まだもう一回やや皿から始めるので、うん、要するにどれだけ濃密なその潜りができたかっていうね。うん、99回までの潜りがどれだけできたかっていうところでこ決まるなっていうね、うんうん。結果を追い求めるゲームなんだけれども、プロセスなんだなと。うん、その過程で残った心の動き、心の動き、この奇跡。 これがねやっぱりこの「風来の試援」の6六のですね、うん、やっぱりこの40代中年男性の挙手方なんだなとですね思ったんですけど岡田さんどうです <music> 悟と岡田裕の超旅ラジオ。 <laughs> 前工場だったけど、もうちょっと、ここら辺で終わらせないと、あの、ディープの部分に入ろうと思ったらずっと語れちゃうので、ちょっとこれ以上ゲームを。99までいけた時の共通点みたいなのあるんですか、はい、いや、それがね、E6 はね、私は、その、 不満に思ってる人がいる気持ちもわかるんですよ。いやいやね、その、麻雀でもう一回例えちゃうと赤ドラ麻雀っていうかなんかでね、結構ね、ツモハイが結構良さ、よさげというかですね。麻雀も。あ、わかんない。例えばどっちもわかんない。<laughs> なんだろうな。あの、結構バ,バブル的というかですね、あの、うん、割といいアイテムが出やすい、ようになってる代わりに敵も結構強めに、急にインフレして敵が強くなったりとかするので、<ー>その、いろんな動きが心、そういうのがね、渋めな上級者のファンにはね、ちょっとね、つまんないかもしれないんだけども、 そういういいツモが引いた時の勝ちパターンみたいなのがあって、うん、でもそれがね、やっぱりいいゲームの一つの条件で、このパターンにいけば絶対勝てるっていうだけじゃなくて、うん、いろんな勝ちパターンがあるんですよ。なるほどね で、そのいろんな勝ちパターンは本当に潜っていかないと分かんないし、それはあの、本当に大きく分けてこういう類型だって言えるね。この腕輪を拾えば結構多分いけるだろうとか、うん、この武器とこの武器を組み合わせていけば結構いけるだろうと。うん、この10回ぐらいでいっぱい稼いでおくといいだろうとかね、うん、おにぎりいっぱい増やしといいだろうとか、そういうのあるんだけれども、でも別にそれが全部じゃなくて、うん、いろんな潜り方、いろんな楽しみもあって、うん、そうするともう最初から、あなですかね、ある種の武器をもう持たないで、うん、強すぎるインフレ確定みたいなそういう武器はあえて持たないでいくとか。うん あさらになんかタイムアタック、人生を生き急いでるみたいな人とかいてですね。なるほど。僕は18時間ぐらいかかったダンジョンを、まあ、なんかもう90分ぐらいクリアする人がいてですね。うんうん、そうするともう B ダッシュするしかないわですね。うんうん、B ダッシュってのがあったですね。ャキャキャってこう移動するわけです。そういう意味では、その一つの面白いゲームの箱として、非常に複雑な変数で、このまとめられたダンジョンと人のあれは、その遊び方はもう、やる人は決めるんだよと。うん、だそれはある種麻雀とかと同じで、麻雀もある種新しい縛りプレイ。ね、麻雀というゲーム自体は多分そんなに、 これ以上確信することはないんだけれども、うん、ちょっとしたそういう縛りプレイというかですね。うん、じゃあ今回は食い足んなしねとかね。あ、ごめんなさい。たと例えて,例えてもわかんないと思うんだけども、<laughs> そういうことがあるなっていう意味での奥深さがあるし、<laughs> はい、で、今話してちょっと三人正規の高さを感じた人もいらっしゃるかもしれないし、実際に高いかもしれないんですけれども、人生のある種の不条理さを飲み込んで、 手持ちのカードで生きていくっていう、そういう思想、考え方に共感する方にとっては、視差の多いゲームだということはですね。なるほど。私、目がですね、こう、太鼓板を打てるゲームです,ですね。うん、これは、あの、お買いになってみたらいいんじゃないでしょうか。<laughs> <laughs> というですね。なんか、熱は伝わってきた <laughs> 熱は伝わってきた。<laughs> はい、熱しか伝えられないんだけども、<laughs> それやっぱり、こういうのって、あのー、今、ハマってるど真ん中の人は、なかなか客観的にですね。<laughs> <laughs> 多分官韓流ドラマとかにむちゃくちゃハマってる人が、その、こんなにとか言っても、なんか、ちょっと一歩引いた目でですね、なんだこいつみたいな感じでこう思われちゃってるのかもしれないですけどね。四様四様とか言ってる人に、なんだこれって思われてる今、その人になっちゃってるのかもしれないですけれども、うん、 いずれにしよう、今、この私の心の動き、その、購入してから3週間目でここまで深く到達した私の心の動きを一回、このラジオに一回閉じ込めてですね、閉じ込めてみたいなっていう気持ちがあったので、ちょっと岡田さんに、あの、今日95%ぐらい僕しか話してないんだけども、あの、気持ちをお届けしたかったということで、岡田さん、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。<laughs> えー、投稿コーナー。えー、我々が、あの、超旅ラジオを始めてから、あの、宛先を、お、変えてですね。うん、えー、そこからも結構続々とお送りいただいていてですね。平方まで。そう。平方 <laughs> 高田二丁目26、10の6のプレゼントハウス594までですね。うん、送ってきていただいた方がいらっしゃいましたそれをお読みしたいと思います。はい。えー、はがきですね。はい、ごはがきですね。はい。えー、実はがきでございます。うん、ご丁寧に日付まで書いていただいていて、2024年1月27日。 広島県広島市、えー、ラジオネーム、歌方さんでございます。あり,ますありがとうございます。えー、悟さん、岡田さん、石川さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。突然ですが、これまでに海外で見ている目は見つかりましたでしょうかこれはあの、我々が、割となんか、そうですね。長,長、長引く擦っ、こすってるコンテンツになってますけど、うん、<laughs> なんて説明しようかな。<laughs> あの、話すと長いんだけれども、<laughs> あの岡田さんが収録場所に歩いてた時に見かけた見ているぞっていうその目のね注意書き万引きやめろとかそういう目があったよっていうその写真撮ったらそれの愛好家のラジオリスナーの配偶者の方から同人誌が突然送られてきてそれから見ている目の話をいっぱいしているとそうですね、はい、第116回116回ねのみならず最近ロストバゲージクラブのそのディスコードでは見ている目っていうチャンネルも生まれて続々と今 日本中の見ている目が集まってきている。だけれども、うん、海外で見ている目は、今んとこなかったかもしれないですね。ということで、ちょっとじゃあ、あの、投稿、うん、の続きを見ますと、えー、先日、香港を旅行しました。二階建て路面電車に乗り、街の雰囲気を味わっていたところ、ふと視線を感じたのです。<お><笑><笑>またなんか文学的な文章が、<laughs> このなんか文章家が多いですね、えー。視線の主を探すと、車内前方正面。 次の電停などを表示するだから路面電車の次の止まるバス停みたいなものかな、うん、を表示する電光掲示板の下に目がありました。裏のののの写真はその時のものですということで本当だここに目があるすげーということでちょっとこれもサムネに載せようと思いますけれどもあこの掲示板の下の細長い、はい、そういう意味ではそのディスコードの中でも私が記憶する限り海外の目はなかったような気がするから <laughs>、あのー、これ初めて ドバイかどっかの空港ドバイじゃなかったですけどどっか中東んかの空港の天井を見上げたら目みたいな目たいなのがあったって言ってましたね正確にはポスターではないそうだな今僕らが話したことを知りたければまずはちょっと恥ずかしいな PR や分撮って とって、あ、し加工してくれたんだ。加工して、部屋大変な手間だな。送ってくれたってことですっありがとうございます。え、しかもなんか注釈もある。目の上には、えー、読めないな。なんだ、これ中国語だから読めないんだけれども、おー、え、え、そうですね。え、keep an eye on your b a g g a g e belongings ね。なるほどね。だから、持ってるものにちゃんと気をつけるよと書いてあったってから、まあ日本と同じ文脈ですよね、多分。あ、でも違うか。ちょっと違う。持ってるものに気をつけろって目だから。 でも眼光は鋭いから、<laughs> まあ、確かにそうだな。<laughs> あれなんだこれっていう比較文化学的な面白さもあるんだけれども。確かに気をつけろこ,、うん、この目の人が盗む。そう。<laughs> 分かんないけれども。<laughs> お前がこの人のぐらい目をしっかり鋭くやれよみたいな、そういう意味なのかな。分かんないけども。面白いあ。ちょっとその監視し,し,してるぞっていう意味と。そうそうそう。確かに違いますね。違いますね。違いますね。なるほどね。で、えー、続きを見ますと、えー。後日確認したところ。 2014年に初めて香港を訪れた際の社内の写真にも目が映り込んでいました。<laughs> すごいな、この人は。<laughs> すごいね。えー、10年以上前から存在するようです。えー、未報告の事例ではないかと思い、ぜひ皆様にご報告したく、初めてハガキを送らせていただきました。乱筆乱文お許してください。いやそんなことないですよ。超、えー、超旅ラジオ、これからも応援しております。 お忙しい毎日と存じますが、どうぞご自愛ください。ということでありがとうございます。そういうことなんですね。これは未報告でしたね。募集,募集してみるものですね。うん、しかも10年前のこういう写真をお見返しになっていただいたっていうところまできっかけを作れたというのは、これはまあ嬉しいもんですね。なるほど。ありがとうございます。じゃ引き続き見ている目、<laughs> 募集をしているんだっけ <laughs> 忘れましたけれども、<laughs> 募集していないこともしていることも、あの、うん、あらゆる方面から我々は挑戦を受けますので、あの挑戦じゃないな。<laughs> ある種の姿勢、姿勢、サジェスション、コメント。 フォローバック、何でも受けますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。